西館の温町停留場は、広島市西区西館の温町にある、広島電鉄本線の路面電車停留場である。駅番号は M17。なお、ここでは、東停留場が開業する前に存在していた、都庁停留場についても取り扱う。西館の温町停留場は1964年、本線の天馬町小井館の軌道が、平和大通り場の新線に移設された際に、開業した。 開業日である9月1日は下り線が新線に移設された日で、上り線は6日後の9月7日に移設されている。軌道が新線に移設し西関音町停留場が開設される前、旧線の天馬町福島町間には都町停留場が存在した。この停留場は1960年に福島病院前停留場として開業。 都庁停留場に解消されたのは2年後の1962年のことである。停留場が置かれた場所は、大田川放水路の造成工事の一環で誕生した埋め立て地で、かつては福島川が流れており、本線は軌道専用橋にて溶かしていた。都庁停留場は、天馬町小い間の軌道が上下とも新線に移設した1964年9月7日をもって廃止されている。 本線はほぼすべての区間で軌道が道路上に敷かれた平用軌道であり、東停流場も道路上にホームが置かれている。ホームは低床式で上下に面があり、2本の線路を挟み込むように向かい合って配置されている。線路の北側に広島駅方面の上りホーム、南側に広電西広島駅方面の下りホームがある。1979年には、 乗り場の安全性を確保するため、安全策の設置が行われた。上屋は、単車が停車した時の乗車口あたりにしかない。本線には、広島電鉄が運行するすべての系統が乗り入れているが、東停留場にはこのうち2号線、3号線、それに0号線が乗り入れる。停留場は、平和大通り上に位置する。通りに面して、ビルや店舗も点在するが、 周辺はおおむね住宅街となっている。南西には広島工業大学専門学校が立地する。また、現在の本線は東亭流上を出ると広島駅方面に向けて北に左折するが平和大通りを東へ向かって直進する新路線を付設する構想がある。広島県駅乗降客数2021年3月14日閲覧 ABCDE 広電が走る、待ち込んじク六十二から六十五ページ。ABCDEF、広電が走る、待コンジャゃく150から百五十七ページ。AB、E 広島電鉄開業百年、創立七十年史広島電鉄、二千十二年、二百三十三点四三八ページ。ABC 川島系三洋三インライン全線、全駅、全配線第七巻広島エリア。 講談社、図説、日本の鉄道、2012年、12.77から78ページ。ISBN 978から4から06から29万5157から9。川島慶造、全国鉄道事情大研究中国編に、創始者、2009年、103から104ページ。ISBN 978から4から794217110。 ありがとうございます。